大岡星団、池田大輔鳥物町。水のせい。一。世の中には随分変わったことがあるものですね。御用聞きの玄太が縁側に腰をかけたまま、いっぱいに秋の火を浴びて、こう、もっともらしく話し始めるのでした。これが手に余った仕事を引き受けて、池田大輔のところへ。 お家へ拝借に来た時の玄太の調子です。変わったことというと麻布本村町の王子の主で佐野屋三左衛門という大武言のあることは旦那様もご存知ですね。知っているよ。三左衛門は2年前に亡くなってその後取り息子の佐野助という23になる若いのは狐か狸か知りませんがとにかく得手者に取りつかれて。 裏の古池に落っこって死んでしまいましたよ。母親のお医師が反響乱で、せがれの仇を打ってくれと泣きつきますが、相手が化粧の者のじゃ足の手に負えません。こいつは岩見重太郎でも頼んでこなきゃ。玄太は柄にもなく洒落を言って、少し艶の出た輝焼きを撫であげるのです。面白そうだな。詳しく話してみてくれんか。 池田大輔はつい膝を乗り出しました。聡明で落ち着いているようでも、二十五の若さがさせる技で、そんな変わったことが面白くてたまらないのでしょう。せがもと佐野助は池へ落ちて死んでしまいましたが、幸い、藩士横戸寺の日記帳が残っていたので、腹虫のことはわかりました。それはいい塩梅だ。で、佐野助は大武玄の佐野屋の跡取りで、 何不足なく育っておりますが、かわいそうに生まれつきの片物で、人交わりもできなかったそうで。というのは、広い一寸帽子で、うーん。顔形は人のみで、どっちかというと、病心らしいがいい男だったそうですが、何分、四尺足らずじゃ、金を山に積んでも、嫁に来る者も,も、娘をやろうというものもありません。玄太の話は、面白く進みます。 佐野ヤのせがれ佐ノスケこうして二十三の春秋を重ねました。果物が成熟するように、男一匹の四角に何の不足もなく育ちましたが、生じ金があるだけに一寸帽子が目について、まとまりかけた縁談も片っ端から壊れるばかり、言うもんと焦燥のうちに虚しく日が経っていったのです。ところが、その佐ノスケに、 この夏あたりから不思議な素ぶりの変化がありました。一寸帽子のやけから、夜をすねてなりもふりもかまわぬ佐之助は、が、不思議なことに身なりを気にしたり、髪型を整えたり、顔をテカテカ光らせるようになったのです。もっとも自分の体を人に見られるのを嫌って、極端な外出嫌いには変わりはありませんが、家の中から一歩も外へ踏み出さないくせに、 その様子が一日一日と変わっていくのでした。二人の妹は袖を引き合ったり目混ぜをしたり、兄の態度の変化を面白がりました。が、どう見張っていても、兄をそんな心持ちにした相手というのはわからず、若い娘の病的な詮索癖をもってしても、こればかりは謎のまま、秋は次第に深くなってきました。 佐野助の筐体は次第に目に余り、白日のもとにまでやるせない夢を追うようになりましたが、それにもかかわらず、本村町の広い屋敷の外へは一歩も出る様子はなかったのです。してみると、佐野助をこんなにした相手というのは、屋敷の中にいるか、屋敷の外からここへ通うものでなければならないはずですが、屋敷の中には佐野助を夢中にさせるような異性はなく、 外から通うにしては、佐野屋の平は高すぎ、その戸締まりは厳重すぎました。屋敷の中の女はどんな顔ぶれだ大介は口を挟みます。母親で女主人のおいし、これは五十五六の気の弱い少し堅タコな,な新人者です。それから佐野介の妹が二人。姉のおももというのは十八、妹のおひなというのは十六。 どちらも、アリの佐之スケに似ぬ器ョウしです。最初は腹違いかと思いましたが、全くの兄弟だそうで。同じ鶴になったナスにも、いろいろのがあるわけですね。それから、番頭は竹次郎といって、五十そこそこの分別男。親から続いて、二代も佐野屋に奉公しているという中も者です。その女房はおすぎといって、三十を三つ四つ越した世話女房で、 その屋の登園ということですが、ただもう真っ黒になって働くだけの女です。竹次郎、お杉の間には、たった一人、お鈴という娘がありますが、15になったばかりで、男の噂よりは、お手玉や、顎板の話の方が、面白いというかわいい下がり。あとは、下女の脇におてつ、この二人は、年頃で小綺れですが、でも、わからんなの相手じゃありません。 ともかく、それは捨て置きがたいことだ。行ってみるとしようか。旦那が行ってくだされば千人力で、どうも、佐野助の死によが、ただ事とではないように思いますよ。こうして、とうとう池田大助は、この世にも不思議な事件の課長に進んで飛び込むことになったのです。二。麻布本村町の佐野屋というのは、 元近在の豪子だったということで、本村町の一角に一丁四方ほどの屋敷を構え、この辺り一帯の大地主として、町人ながら、お上の御栄尺も自ら違うと言われるほどの家柄でした。主人の三左衛門は二年ほど前に亡くなり、後取りの佐之助は人付き合いも難しい傍で、自然、家の束ねはご家のお医師が災配を振るい、 番頭の竹次郎がその旨を受けて、何かれの取り締まりをしているのでした。一丁四方三千坪余りの屋敷には、小さいながら山もあり、林もあり、ことに庭の奥によどんだ五百坪ばかりの池は、青みどろに覆われて不気味な深さを隠しておりますが、昔から主が住むと言われて、蚊の多いのも構わず、 かつて、そこを交わしたこともないという厄介な代物です。若旦那の佐野助は、その中に落ちて死んでいるのを、庭を破棄に出た奉公人の新吉というのが見つけ、ともかく引き上げて騒ぎになりました。庭から先に見るとしようか。源太に案内された池田大輔は、相変わらず、剣士の型破りに、庭木道を押し上けて、深い小立の中に入っていきます。 この辺ですよ、佐野助の死骸があったのは。こ立ちの奥、真っ青な水草に覆われた池の表は、ほう一軒ばかり、めちゃめちゃにかき乱されておりますが、危うく覗けば、薄黒くよどんで、そこも見えません。死骸を見つけた何とかいう男を呼んでくれ。へえ。玄太が立ち去った後、柿のあたりから三軒ばかりの竹竿を見つけて、大助は水草の隙間から、 池の深さを探ってみると、不思議なことに、鉄色に濁った水は思いのほか浅く、三尺余りで、竿はそこに届くのです。念のため、そのあたりを一通り、水苔のべっとり浮いたところも探ってみましたが、岸から一軒ほどのところで、三尺以上の深さのところは、一箇所もありません。この男でございますよ。新吉と読んだそうで。 玄太が連れてきたのは三十前後の恐ろしく気難しそうな男でした。若旦那の死骸はどう浮かんでいたか詳しく話してくれ。池田大輔の問いに答えて新吉は不機嫌らしくポツリポツリと説明しました。この水草の乱れているところでしたよ。岸から一尺とも離れないところでね。何竿にも及ぶものか。手でたぐり寄せて、 引き上げましたよ。こんな調子でした。池は思ったより浅いようだが、どこか深いところがあるのか。真ん中へ行くと、背の立たないところもありますがね。岸は腰っきりもあれゃしません。もったも、主が住んでいるの、カワウソを見たものがあるのって言うから、みんな深いと思い込んでいるが、年々落ち葉が入って腐るから、浅くなるばかりでね。新吉は池の神秘性など、 あまり問題にしていない様子です。死骸はうつむけになっていたのか、それとも仰向けになっていたのか。うつむけになって、足は岸の方へ来ていましたよ。昨夜は月があったな。ええ。十三夜様だから、林の中も明るかったはずで。岸の崩れもないし、慣れた者が足を踏み外すようなことはないな。ええ。岸は一応踏み荒らしてありますが、 滑り落ちるはずのないことは、池を巡らした一尺ばかり低い土手に何の死災もないことでもよくわかります。池田大輔は大体を見尽くすと、木戸にも兵に,にも何の故障もないことを見定めて、改めて佐野屋の家へ入りました。迎えてくれたのは支配人の竹次郎、五十年配の青黒い男で、なんとなく病心らしく思いますが、こんなのが、 案外人一倍、したらかな魂を持っているのかもわかりません。その後から恐る恐る顔を出しているのは、竹次郎の女房のおすぎというのでしょう。三十一二の大戸島で、髪は油の上に鈴をかぶり、頬も死体も薄汚れてはおりますが、目鼻立ちの立派な、取り回しのきりりとした、汚作りのくせに、なんとなく心を惹かるる大戸島です。 奥へ通ると、佐野助の死骸を中にして、母親のお医師と妹のおももと、おひなの三人、額を集めるように、悲嘆に暮れておりました。一応の挨拶をした大助は、ともかくも死骸を調べてみましたが、念入りに見れば見るほど、腑に落ちないことばかりです。元太、この死骸をよく見たはずだな。ええ、水を飲んでいる。溺れたに違いはないが。 大介は首をひねりました。深さ三尺の池では、どんな一寸防止でも容易に溺れるはずはないと思った予想が、見事に裏切られているのです。一通り死骸の調べが進むと、大介は二人の妹を別室に呼んで、順々に当たってみました。佐野助の様子が近頃だいぶ変わっていたそうではないか。え最初に呼び出された姉の桃は、 さすがにいいしおります。隠さずに話してくれ。お前の兄の穴を打つのだ。池田大輔の若さと率直さは、やがてえももを大胆にしたのでしょう。でも、兄さんは、本当にかわいそうでした。あんな体でなかったら、どんなお嫁でも、望み通りの人が来てくれたのに。それはそれは、優しい良い兄さんでしたが、世間の人は、心持ちまでは見てくれません。 それが近頃、急にそわそわして、一人で笑ったり、考え込んだり、それは変だったんです。みなりも小ぎれになって、夜はむやみに外へ出たがりました。外といっても庭の中で。熱気調があるそうじゃないか。えこんなものをお目にかけては、しんだ兄さんに悪いんですけれども。おももはそう言って、半紙二十枚ほどを四つ折りの横閉じにした。 手ずれの帳面を持ってきて見せてくれました。最初は、何月何日晴れ、何をした、誰が来た、といった程度の日記で、文句も字も至ってたどたどしいものでしたが、7月半ば頃からその日記が急に制裁を加えて、7月15日、昨夜は不思議なものを見た。人間か。いよいよ、人間にあんな美しいものがあるはずはない。 キツネかタヌキか、それとも、池に住むというカワウソか。誰にも言わずに、今夜はきっと、あの正体を突き止めよう。水の中から出るにはそういないが、昼のうちは、どんなに池の中を覗いても見えない。水の中。あの、青い青い水の中には、何がいることか。こういう文句が最初で、それから、毎晩、その怪しいものの正体を突き止めようと。 悩み続ける様子ですが、怪しい者は容易に姿を現さず、月のうちに二度だけ、7月の14日の晩と28日の晩、それから8月の14日の晩と続けて15日の晩、次は8月の30日の晩に、佐野助の前へ姿を見せたっきり、それで日記は終わっております。 それだけ続けて姿を現したあやかしのものは、佐野助にとっては異様もない魅力だったらしく、時には真珠色の月の光の中に見事な全裸体をさらして、古い家で沐浴する姿をかいまみ、時には有明の灯籠に寄り添って、じっと佐野助の部屋のあたりを見入る姿などを、やるせない心持ちで佐野助は眺めているのです。 八月になると、佐野助は次第に大胆になり、庭に降り立って、その怪しい女のそばまで行っております。怪しい女といっても、生きて血の通う人間にはそういなく、その美しさと悩ましさは言語に絶するものがあり、よしや、これが懲りでも化粧のものでも、と、佐野助が熱狂していく様が、たどたどしい日記の筆の跡にもよくわかります。 この温かい手、かんばしい息遣い。これが獣類や化粧のものであるはずがあろうか。よしや人界のものであるにしても、私は命にかけて添い遂げずには置かない。ただ、とことも口をきかないのが何より物足りないが、別れるとき、たった一言。この次に、と囁いてくれたのが何より心強い。ああ、九月十三日は、 この私はどうなることか。こういった意味の言葉で日記は終わっているのです。3小さい方の妹ひなは十六。年にしてはませておりますが姉のおももの陽気で愛嬌のある顔立ちに比べてこれは細表の品の良い乙女心の芽生えを思わせるような 陰影の濃い娘でした。もっとも何を聞いてもおひなではわからず、兄の様子の近頃変わったことは知っていましたが、立記はこの娘に見せなかったらしく、突っ込んだことを尋ねると、しくしく泣き出します。支配人の竹次郎は気難しそうに見えますが、家中の評判はそんなに悪くはなく、女主のお医師も先代からのしきたりで、何の不安もなく、 家の中は任せている様子です。ここの後はどうなるだろう。本村町の佐野屋といえば、江戸中にも聞こえた心象だが。ええ、いずれは御神類方とのご相談の上で決まることと存じますが、御神類方と申しましても、江戸は近い方もございません。やはり、おかみさんの一存ということになりましょう。大輔の問いに対して、 竹次郎の答えは行き届きました。二人の娘にはまだ決まった縁談もないのかなそれが長し短しで、もっともこうなれば、一日も早い方が良いわけでございます。年内にも佐野屋の後取りをこしらいなきゃなりません。竹次郎は一日も早く、おもむの婿を決めたい様子です。続いて、竹次郎の女房おすぎは、前かけで、 手をふきふき入ってきました。こんな取り込みで、ろくなおちゃんを差し上げられません。そんな心配はいらない。ところで、おももの向こうに心当たりはあるかまだ決まった話もないようでございます。佐野助の素振りは変だったというが、それに一番先に気のついたのは誰だお嬢さんでございますよ。おももさんの方で、やはり年頃でございますもの。日記で見ると、月半ばと、 月末に怪しいものが出たいるが、その日に心当たりはないのかええ、そうおっしゃれば、月の半ばと月末に宿が泊まりがけで取り立てに参ります。お杉の言葉は予想外ですが、暗中無策に一つの巧妙を展示てくれます。取り立て先生内の貸金が残っておりますので、八王子の方へ参りますが、佐野屋の先祖はあちらから出た人だそうで、 八王子の同心集に昔用立てた金が幾口か残っております。化け物はきっと宿の留守を狙って出たのでございましょう。こんな広い屋敷ですが、男手といっては宿の他にはあの変人の新吉たった一人でございますから。お杉はそう言ってぞっと肩を縮めるのでした。ついでお杉の娘のお鈴にも会ってみましたが、 これは十五になったばかりのかわいらしい娘で何を聞いても拉ちは飽きません。二人の下女、おわきとおてつはどちらも二十歳前後で、鉄火者らしいおわきとち気らしいおてつは名前と反対の印象で面白い取り合わせですが、二人とも佐野屋の在所の八王子の生まれで素性が悪くないせいか、江戸の水で洗い上げてなんとなく赤抜けのした娘たちです。 ただし、何にも知らないことは同じようで、佐野助に対しては、気の毒な若旦那という以外に、何の関心も持っていない様子です。こうして、青い月光の中に古池で水網をした妖精に誘われて、不思議な水死を遂げた佐野屋のせがれの死は、池田大輔の命地をもってしても、解くことのできない謎の中に没入してしまいました。 四。親分、大変だぜ。安部屋の千太郎が飛び込んできたのは、それから一月ばかり経ってからのことでした。何を慌ててるんだ、仙太。慌てたくもなるぜ、親分。麻布の佐野屋の娘が殺されたんだ。殺された。姉のおも,もの方だ。婿取りの話が決まって、兄の四十九日が済んだら、いよいよ有能という時、自分の部屋でやられた。よし、行ってみよう。 お前は元太へ知らせてやれ。池田大輔は立ち上がりました。奇怪な佐野助の歴史の秘密がまだ大輔の胸にこびりついて、得よしもない歯がゆさに悩んでいる折から、思わぬ事件の発展は事の生算さはともかくとして、なんか新しい手がかりを提供してくれそうな気がしたのです。玄太親分は朝から現場に頑張って鼻ばかり膨らませているよ。 そういう千太郎を案内させて、本村町の佐野屋に着いたのは、もうだいぶ昼を回ってからでした。池田様、ご苦労様で、今度こそは得手者の尻尾を捕まえそうですぜ。迎えてくれた玄太は、何やら自信ありげな口ぶりです。下手人の当たりが着いたというのが、い、ええ、締め切った家の中で殺されて、部屋の中には水こけがいっぱい散らばっているんだから、こいつ、間違いもなく、 えてものの仕業じゃありませんか。池田大輔は、不安と危惧に驚く人々の顔に迎えられて、ともかくも、おももの殺された部屋に入ってみました。南向きの六畳、庭に面した方は丸窓が一つ、玄関に近く突き出した造りで、隣の部屋には妹のひなと、竹次郎の娘お鈴が、何にも知らずに朝まで寝ていたということです。この通り、でしょう 玄太の刺した部屋は、なるほど、びしゃびしゃに濡れて、青い水苔さえも散らばったままで、その隅の方、丸窓の下のあたりに、思うは赤い細紐を首に巻かれたまま、枯空を掴んで死んだ色ではありませんか。部屋の真ん中には床を取ったままですが、赤い貝い巻きの裏を見せているのも、生めかしく生産です。丸窓は開いていたのが、へえ。 ここだけは空いていたそうですが、頑丈な格子がありますから人間では潜り込みません。玄太が答えました。支配人の竹次郎は相変わらず八王子へ行ってる守。あとは変わって答えるような人間もいなかったのです。戸締まりは、みんなうちからしまっていたそうです。上下の山が降りた上、しんばりがあるか、若木をかけるか、こいちとらと違って金持ちは念入りですね。 ゲ太はそう言って、苦笑いをするのでした。大輔は一応、家中の締まりの具合を見せてもらいましたが、まず、戸締まりには一つも手落ちはありません。もっとも、何度の一箇所、内便所の後ろの一箇所、外から鍵で閉めた狭い扉はありますが、鍵は主人の今の手箱の中にちゃんと収まっている上、便所の後ろの扉などは、エビ状が錆びついて、 容易に開けられそうもありません。鍵さえあれば、南度の側の鍵は外からでも開けられるが、大介は南度の前あたり、寝入りに土の上を調べておりますが、よく乾ききって足跡らしいものもありません。その鍵は主人の今の手箱に今朝もちゃんと入っていたそうです。ところで、昨夜家を開けたのは、大介は誰へともなく聞きました。 あの、主人は毎月のことで八王子へ取り立てに参りました。今日もまだ戻って参りません。もっとも朝早く迎えは出しましたが、それから私は宿も留守ですし、まみやらの妹の家へ久しぶりで行って、つい話ふけて泊まってしまいました。お杉はそう言って、すまなそうに瓶を撫でるのでした。おひなやお鈴は怯えるばかり。 新吉は不機嫌で何を聞いてもろくに返事もせず、母親の意志は佐野助に次いでおももを失い、悲嘆に沈んで正体もありません。池田大輔は玄太を誘って庭におりました。林はもうすっかり冬が出て、池の表にはもみじがいっぱいに散っております。まろまだからこの辺りがよく見えるか、道路のところに洗濯物が引っかかっているじゃありませんか。 玄太は灯籠の後ろ、紅葉の枝から白い布を取りました。白い風呂敷じゃねえが、昨夜は月が良かったな。十月の十三夜ですよ。うん。池田大輔は唸りました。ちょうどその時、支配人の竹次郎が八王子から帰ってきた様子です。ご。帰ってきた支配人の竹次郎は、 迎えの者と行き違いになりましたが、おももが殺された話を聞くと、目の色が変わるほど驚きました。なんだってお前が留守を預かっているくせに女房のお杉に噛みつきそうにするのです。だって、私は、アミアナの用途のところへ行って、泊まってしまいましたよ。家を開けたのかなんということだ。たまのことですもの。馬鹿<カ>。夫に叱られて、お杉は、 泣き出しそうになるのでした。細紐は、おもも自身のもの、納屋の二階に寝る、たった一人の男の新吉に、何の疑いもないとすると、この下手人は、やはり、池から上がってきた、得手者でなければなりません。やはり、かばうそか、なんかでしょうね、旦那。おかっぴきの玄太も、強法年間の人間でした。癖物の入った形跡はなく、家の中には、若い女四人と、 年を取った母親だけと分かると、人間以外の怪しい力を信じないわけにはいかなかったのです。念のため、二人の若い下女にも会ってみましたが、鉄火者の脇も、内気なお鉄も、すっかり震え上がって、ろくろく口も聞けません。若旦那の佐野助が死んだ後、佐野屋の跡取りを決めることが第一だったので、支配人の竹次郎と女主人のお石が相談した上、 うちうち、親類たちの意見をまとめ、これも、東園にあたる村田屋の二番息子、金松というのを入れ、佐野助の衆院が住むとすぐ逆付き事をさせて、とにもかくにも佐野屋の跡を継がせることに、ほぼ話がまとまっているのでした。この演壇に、あまり気の乗らなかったのは本人のおももで、一生懸命になったのは支配人竹次郎夫婦。 方へのお意志は、どうでもよいといった調子であった。と、これは、奉公人たちの口から聞き出した噂です。この上は調べようもなく、あとは土地の御用聞きに任せて、池田大輔と源太は引き上げました。センター、えい。お前は間宮内あって、昨夜、おすぎの泊まったという、妹の家というのを調べてくれ。多分、話ふけて、泊まったというのに嘘はあるまいが。 念のためだ。それから、玄太八王子へ行ってもらいたいが。支配人の竹次郎が、本当に毎月二度ずつ行くかどうかということを調べるんでしょう。その通りだ。ことに、昨夜はどこに泊まって、何時頃寝たか、それを聞きたい。八王子からあずむまで飛んで帰って、夜の明けのうちに、また八王子へ引き返すのは人間技じゃありませんぜ。念のためということがある。それから、 二人の下女と新吉の身元も調べてくれ。これは下っ引きを二三人借り出してやらせるがよい。え残るところなく手配して、池田大輔は役宅へ引き上げました。その晩のうちに戻ってきたのは、雨屋の千太郎だけ。あの女の言ったことに間違いはないよ。まみアのお杉の妹というのは、思いのほか大きな構えの下田屋で、昨夜本村の姉が来て、つ、 ここのつ近くまで話し込んだが、あんまり話に身が入って目が冴えたか。姉は明け方までに二度も所要に起きたようだ、って言っていたぜ。この報告に間違いがなければ、おすぎは完全に疑いの外に置かれるわけです。あくの日になると池田大輔は、たった一人で本村町の佐野屋へ行って、女主人のお医師に会って何やら相談してきましたが、 まもなく、大助の素晴らしい助手のおみ野は、ありふれた、はしための風邸で、佐野屋の女主人、おいしを訪ねて行き、そのまま知り合いの家から来た手伝いという触れ込みで、佐野屋に泊まりました。この上は、おひなが狙われるに決まっている。おひなを見張っているがよい。化けても、食い物に気をつけて、夜は一人で外へ出さないように。大助がおみ野に与えた指図は、 こういうものだったのです。八王子へ行った玄太は三日目に帰ってきました。その報告は何の変哲もなく、八王子の百人同心の中には、佐野屋から金を借りているのが随分たくさんあり、支配人の竹次郎が毎月二度ずつその利息を集めたり、証文を書き換えたりするために来るのは何十年来の変わらない習慣だとわかりました。 その上、おももが殺された晩も、竹次郎は確かに八王子の常宿におり、珍しく晩酌を一号傾けて、酔いのうちから二階に寝てしまったことまで分かったのです。この上は、相手がもう一度動くのを待つ他はない。だが、その時が怖いぞ。大輔はそう言って、自分に言い聞かせるのでした。カワウかコリか、それとも、 凶悪類なき人間の仕業かわかりませんが、相手のしたたかさは、さすがの池田大輔も、手の暮しようがありません。六。旦那様、旦那様。駆け込んだおみの、しばらくは、次の言葉も続きません、ね。本村町からおすき屋橋まで、身軽さに任せて、一気に飛んできたのでしょう。見ろか。 おひなが得られたかい,いえ。おみのはわずかに頭を振って辛くも続けました。おすぎさんが、何支配人のおかみさんのおすぎさんが殺されました。本当かそれは。池田大輔もが然ぜんとしました。こんな驚きは滅多にないことです。お昼にこさえたおはぎを食べると、にわかに苦しみだして、私の手ぬかりでございました。つい、おひなさんの方ばかり。 見張っていましたので。おみのは、面目のない顔を伏せるのです。いや、お前の手落ちではあるまい。ともかく、すぐ行こう。もう、五つ、八時近い町は、真っ暗な上に、小らしが吹きすさんで、隣町の風呂へ行くさえ、容易ならぬ夜ですが、疲れを知らぬおみのは、池田大介を案内して、一気に、本村町に飛びました。幸い、 様子を見に来た玄太も打ち合い、町役人や土地の御用聞きも揃って、とりあえずの調べが始まったのです。おはぎは、おすぎとおみのさんがこしらえて、みんなで食べました。私も、おひなも。女主人のおいしは、娘の健やかな顔を見て、こう言うのです。おはぎをめい,めい分けてやったのそれはおすぎでございます。あのお盆へ、二つずつ入れて、 お医師は、まだそこに取り散らしたままのかわいらしい塗り本を指すのです。他に誰も当てられたものはないのだな。はい。調べはこれっきりです。隣の部屋には明らかに猛毒にやられたお杉が、もわき苦しんだままこた切れているのでした。岩見銀山のネズミ取りかな。池田大輔は死骸から見て取った鑑定は、その頃、 まちまちを売って歩いた唯一の秘素材に間違いもありません。例のように家中の者一人一人に当たってみましたが、何の得るところもなく、ただ今度の下手人は古い家の怪物や何かの仕業ではなく、明らかに人間だということが分かっただけです。おすぎの夫の竹次郎はあまりの驚きに打ちのめされたか、黙りこくってあまり物も,も言いません。 その間におすぎのためには、たった一人の忘れがたみのおすずは、可愛らしい顔を濡らして、泣きに泣いているのでした。嫌がる竹次郎を解き落として、大介はおすぎの持ち物を見せてもらいました。ダンスから兄弟、手箱と、何の変わりもありませんが、たった一つ、そのしめている帯の間から、おはぎの中に入れたであろうと思われる、岩見銀山のネズミ取り役は、 使い残りらしく、封を切ったまま出てきたのは、見ているほどの人たちを驚かせました。殺された人間の帯の間へ、毒薬をねじ込んでおくなんざ、ちょいと味をやるね。玄太は、大た打ちをしますが、それを聞いて苦笑する人もないほど、みんなの気は、めいっております。帰ろうか、玄太。しばらく経って、池田大輔は言いました。下手人はどうなるでしょう。玄太は、 およそ、振り落ちない顔になります。もう分かったよ。えだが、カウソや、得たものを縛るのは、おまれじゃないよ。これがカウソですかねん金さんネズミ取りで、どう殺すのが。玄太は、不服そうですが、一人残ったところで、三人まで殺した凶悪無比な下手人を、縛る見込みが立ちそうもありません。その年の暮れになると、佐野屋の末の娘、 十六になるおひなに向こうをとって、ようやく後取りが決まりました。それを見定めたように、支配人の竹次郎は無理に暇をとり、女主人の医師が引き止めるのも聞かず、二代にわたる忠義に報いるために、千両とまとまった金を出したのにも見向きもせず、一人娘の鈴を連れて、最国巡礼の寂しい旅に上がったということです。 その噂を持ってきた、おかっぴきの玄太に、池田大輔は、こう説明して聞かせるのでした。それでよい、竹次郎は、初めからその気だったのだ。罪滅ぼしをしなきゃ、気がすんまい。何の罪滅ぼしでそ死んだ人たちの菩提を弔うつもりさ。お前には、まだわからないのかなええ、一向分かりませんよ。と、玄太。あの、お杉という女が悪者だ。 佐野ヤの登園だったというから、佐ノスケ、おもも、おひなの三人兄弟が死ねば、自分の娘のおすずが、佐野ヤの後取りになると思い込んだのだろう。天守の竹次郎が、八王子へ行った留守の番を狙って、まず、片物の佐ノスケをたぶらかした。古池のほとり水で、水で怪しい風体をすると、若くて白のない佐ノスケは、それがおすぎとは知らず、ふらふらと誘い出されて、 と、と殺されてしまったのだろう。佐之助を騙して水鏡を見せ、いきなり両足を掴んで、池の中へ頭を入れ、声も立てさせずに殺した。これは、お杉ほどの体を持った女ならできる。相手は、ひりきない寸法師だ。お杉は三十三し、そんなに綺麗ではないはずですが、それでも佐之助は迷いましたかね玄太は、抗議を持ち込みました。 大介の推理が腑に落ちなかったのです。いや、あの女はなかなかの美人だ。厚化粧をして月の光の下に立つと、世間水の佐野介を騙さないことはない。あくる日は油のコテコテある頭にすすをかぶって、顔の化粧を丁寧に洗い落とした上、わざわざ汚れをつけていた。あれを見ただけで私はおすぎが怪しいと思ったよ。へえ。ところで、 あの、しまりのあるうちへ入って、おももを殺したのはまみあなの妹の家に泊まって、おすぎは二度、商用に起きたと言ったろう。あれは出た時と帰った時だ。自分の家の何度のそばの扉の鍵を持ち出して、外から開けて、おももの部屋に入った。おももは夜中におすぎが入ってきても、驚くはずはない。それに、岩の灯籠の向こうに、白いものが見えて寝られなかったのだろう。 丸窓に持たれて見ているところ、後ろから声をかけていったお杉は、用意の赤い紐でやりわに締めた。水や水ごけは後で取り散らし、鍵はあくる朝、そっと手箱に返せばよい。へえ、驚きましたね。驚くことはない、その通りだ。他に考えようはないじゃないか。おももが殺された時、すぐお杉を縛ろうかと思ったが、 困ったことに私の考えででっちあげたことで証拠は一つもなかった。それとは三度目にそのおすぎを殺したのは誰でしょう玄太は最後の疑問を持ち出しました。何もかも知っていたものだ。おすぎが今度はおひなを殺すに違いないと思っていたものだ。あの日おすぎはおみのに手伝わせておはぎをこしらえ、そして命名盆に入れたが、 おひなに食わせるのを毒を入れて目印をつけておいた。玄太はごくりとかたつばを飲みました。毒の使い残りは後で始末するつもりで自分の帯の間に隠した。これはうっかりした場所へは置けないからだ。そこでおすぎはちょっと勝手を開けた。おはぎのお盆を配ったのかもしれない。がとにかくお勝手には自分のおはぎとおひなのおはぎだけが残っている。 そのおひなのには、いよみ銀山が入っている。そこへ、一人の人間が入ってきた。その人間は、おすぎが、さのすけや、おももを殺したことを知っていたし、今度は、おはぎに毒を入れて、おひなを殺す気でいることも見抜いていた。そっと、あたりを見回したが、幸い誰もいない。その人間は、おすぎのかつなる悪事を、おかみに代わって、罰するつもりだったろう。 おひなとおすぎのおはぎをそっと入れ替えておいた。おすぎはそれを食って即座に死んだ。おはぎを入れ替えた人間は人殺しの罪になるだろうか。それも誰です旦那、教えてください。玄太は咳込みました。おすぎの弟主佐野屋の支配人の竹次郎だよ。ええあれは忠義のさ。女房のおすぎが大それた望みを起こして、 主人の子を二人まで殺したことを知ると、正直者の竹次郎はじっとしてはいられなかったのだろう。せめては自分の手で女房ながら機体の悪人を成敗し、鹿を安泰にした上、娘を連れて果てのない巡礼に出たのだろう。これは縛れまい,い、なあ、あげんた。池田大輔はそう言って探索するのでした。